あ、そういやさ、ここは何かはめ込めそうだなって、さっきの剣を刺す。また刺し込めた。おう、また動いた。道を切り開く勇者の剣ってやつ？めっちゃ血で汚れてるけど。シバもここのからくりをね、使うことになるんだね。へえ。さあ、この先よ。この先何があったっけ？行き止まりだった気がするんだよね。結局のところやることやって。そう。蝶を見つけてきてくれたのね。でもまだ足りない。すべてを見つけてきたらもう一度ここに来て。そっか。ってことは、5体分いるってことやんね、蝶が。蝶が5体分いるってこと？あれ？赤色の人いない。そう。さっき赤色の人いたのに。あ、赤色の人。あの人に渡してほしいものがあるの。え？鍵だ！それできっとあの人の悲しみも終わる。お願い、あの人を救ってあげて。鍵？鍵を差し込む場所はもうあそこしかないんだけど、多分鍵の場所ってここだよね。ああ、来た。さあ、新しいマップに来てしまった。何があるのかな？これは何？ああ、懐かしいフロアだね。懐かしいね。そうだな。まだそんな風に立ってないはずなのに、そんな風に感じるなんてな。相変わらず胸くそ悪いよね。レイちゃん一緒じゃなくてよかった。やっぱり色々思い出すか？古傷は痛む。けど、それお互い様でしょ？ま、それもそっか。今更お互い気を使う必要もないよな。そういうことは、懐かしいフロアだね。確かに。ちょっと内装が変わってしまってるけど。あ、誰かいるよ。誰かいると思ったら消えたよ。読ませてくれるんだね。ありがとう。これは？手紙？随分くたびれてるけど。そうみたいだな。人の手紙を読むのは気が引けるけど、脱出の手がかりになるかもしれないし、読んでみるか。まあ、今まで本なんていっぱい読んでるから大丈夫でしょ。俺も一枚貸して。あのな、手紙なんだからバラバラに読んだって意味ない。そっか。思い出物に触れたからか。だから、バラバラでいいんだ。なんか移動したっぽいね。どうして？その前に、目の前のやつ何とかした方がいいんじゃない？憎い。なんだ。彼女を殺した。すべてが憎い。色が気に入らないからと。ただそれだけの理由で彼女は殺されたんだ。憎い。どうする？どうしましょうかね。護身用に剣を持ってきてるけど、切る前にやられそうだし、話し合いで解決してみる？そんな悠長なこと言ってる場合か。お前らも、あの子供と同じなんだろ。目をえぐり、髪を切り、そして気に入らないと、あの子供のように彼女を殺すんだろ。ちょっと何て言うかわかんない。その前に、俺がお前らを殺してやる！おーい！お主らに大切なことを言い忘れておったのじゃ。その館の者に不用意にされると、その思える先に飛ばされ。ってなんじゃこの状況は！邪魔をするな！ピース、逃げろ！ぬお！ちょ、大丈夫？なんとか。ピース、何か方法はないか？お主ら、ここに触るときに何かに触れたのであろう。それをこいつに返すのじゃ。ここに来るときに触ったもの？シバ、手紙貸せ。手紙？いいから早く。これは、この字は、彼女の字。
そうか。そうだったのか。これは君の望むことではなかったのか。そうだな。もう終わりにしよう。おお、戦闘にならずに済んだね。助かったのじゃあ。ほんとどうにかなってよかったよ。っていうか、何が悲しくて人様のラブロマンス見せられてるわけ？まあ、無事に浄化できたからよかったじゃないか。終わり良ければ全て良しなのじゃ。ところでピース、お前さっき何か言いかけてなかったか？おお、そうなのじゃ、そうなのじゃ。この北の館の森に触ったら思いの先へ飛ばされるやもしれんぞ。思いの先へ飛ばされる？こっちはこっちで何言ってるかわかんないんだけど。ほんと勘弁してよね。なんじゃ、面白い知らんか。つまりだな。まあ、レイちゃんにも話したことをね、もう一回話したわけだな。俺の知らない間にオプション追加されすぎでしょ。なるほど。さっきはその思いが込められた手紙に俺たちが触れたから。思いを込めた相手である、さっきの悪魔のところに俺たちが導かれたと。まあそういうことじゃな。となると、むやみやたらと物に触れるのは危険だな。その点は安心せよ。なんと我には思いの込められたものを見抜く力があるのじゃ。それじゃあ怪しいものに触れる前にピースに確認すればいいのか？で、レイちゃんも言ってたんだけど、レイちゃんはね、どん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 触れてってね、もう勝手に大人になっちゃったよ。それが利口なのじゃ。面倒だけど仕方ないか。我に任せておくのじゃ。バルセ。考え込んでどうしたんだ。いや別に大したことじゃないんだけどさ、そういう風に言われると余計に気になる。なんかピース見てると既視感覚えるんだよね。既視感？初対面じゃなかったのか。いや間違いなく初対面なんだけどね。俺爬虫類嫌いだし。ほう。お主もしや。ん？我を口説いておるのか。のは危ないのじゃ。おい、おしま、グーで殴るつもりだったな。わざとどうすんのじゃ。先を急ごう。レイちゃんが心配だ。お主ら。我を口説となると100年早いのじゃ。さあ、目的のものがあったね。緑の人形と、かぼちゃもかぼちゃも、触る。あ、僕のかぼちゃ。見つけてくれたんだね。ありがとう。あれ、かぼちゃの中に何か入ってる。おう、蝶。僕いらないから君にあげるよ。この館のどっかに僕の友達がいると思うんだ。空飛ぶ白い魚なんだけど、見つけたらよろしく言っておいてよ。ほう。でもこれでまあ、オッケーやね。君じゃん。よろしく言っとくわ。君じゃん。空飛ぶ白い魚。で、これで緑色の人形を手に入れたから、ここの中に入れます。私のお人形。緑色の機械仕掛けのお人形。持ってきてくれたんだね。よかった。一つ、いいこと教えてあげる。あの子言ってた。黒髪と赤い目は呪われた証なんだって。だから愛されなかったんだって。だからあの子は探してるの。自分に合う色を、自分にふさわしい器を。気をつけてね。この先はレイちゃんがいるんじゃないか。果実が一つなくなった。あれ？レイちゃんいない。レイちゃんいなくなってる。あなたたちもこの木になる実が欲しいのですか？それとも甘い蜜？ちょうどよかった。さっき女の子はここの時間を進めてくれたの。この木は5年に一度しか実をつけないし、甘い蜜も取れないの。あなたたち運がいいわ。今回は2つ実ったみたい。女の子はもう一つの実に触ってあの子のもとに行ってくれた。この実は私があの子のことを思ってされた大切なものなの。もし欲しいならどうぞ。
私はあの子の元へはいけないから。ほう。木の実に触るか。さあ、何になるの、どこに飛ばされるのかな。う、あ、どこ、ここ、あれ、あ、木の実に触って、ね、どっかに行ったんだ。思いの先に飛ばされたんだ。落ちてきた木の実に触ってまた別の場所に飛ばされちゃったんだ。ピースも流されちゃうし、シバとバーチャー見つからないし、私はこんなになっちゃうし、事態は悪くなる一方だよ。とにかく、まずはピースと、それからバルゼとシバと見つけて。わっ！リーリン！うわうわ、リーリン？もうびっくりした。わ、私もびっくりしたわよ。何もそんなに驚かなくてもいいじゃない。ごめん。まあいいけど。リーリン、何か落とした？うん？なんでもないわ。ん？ところでこんなところで何してんの？あいつは見つかった？そうだ。うん、リーリーの言ってた悪魔見つけたよ。本当？そういえばリーリー、私のことわかるの？え、何が？多分なんだけど、私、ちょっと見た目が成長してるような。やっぱり、ちょっと大人っぽくなってる。リーリー？レイ、すっごく美人だよ。かわいい。お姫様みたい。お姫様？すごいすごい。ねえ、もっと近くで見せて。いや、うんうん。レイって可愛いと思ってたけど、私の目に狂いはなかったわね。あのリーリン、元に戻る方法ってわかるかな？戻りたいの？このまま二人にやっても多分分かってもらえないよ。それにおじいちゃん絶対びっくりしちゃう。どうしたんじゃねーってなってしまう。見た感じ、レイの中に魔力が流れてるっぽいわね。魔力？そう、私たち悪魔みたいにね。それって私が悪魔になっちゃったってこと？なってない、なってない。人間なのに魔力ってモテるものなの？まあモテるでしょ。いろんな RPG の世界だったらもうね、不思議じゃないからね。悪魔と契約すればモテるよ。そっか。そういう昔芝も。ま、レイは悪魔と契約してるわけじゃないから、そのうち自然と魔力が切れて元に戻るわよ。そっか、よかった。それで、あいつはどうなったの？倒せそう？実はすぐに部屋から追い出されちゃって、話も聞いてもらえなかったな。そっか、やっぱガード硬いな。ごめんね。なんでレイが謝んのよ。え？私が一方的にレイに頼み事を押し付けてんのに怒らないの？だってその子をどうにかしたら北の館から出してくれるんでしょ？その解釈も若干おかしくない？私は例に、あいつをどうにかしてくれないと、北の館から出してあげないって、なんか脅迫めいた感じで言ったんだけど。そうだったっけ？でもリーリーもあの悪魔のせいで困ってるんでしょ？それはそうだけど。だったらやっぱりあの悪魔の女の子をどうにかしなくっちゃ。なんか逆な気がすんな。逆な気がするんやんな。なんか色を奪ったとかさ、自分にふさわしい色を見つけたとかさ、逆だったかもしんねえって可能性があるんだよな。なんかそんな気がするんだよ俺。このリーリン絶対いいやつじゃないと思う。ピースはいいんだけど、リーリンは違うやつだと思う。レイは優しいね。そうかな。私、レイみたいな友達が欲しかったな。何か言った？ううん、なんでもない。ねえ、レイ、しばらく一緒にいてもいい？うん、いいよ。やったー！リーリンと一緒に行動することになった。おー、リーリンだ。リーリンの顔柄が追加されて。じゃあ、こうしとこうか。あ、ちょっと違う。あ、なんだ、いっぱいあるんだ。なんだ。セーブファイルいっぱいあるんじゃん。てか、今まで気づかなかった。今まで気づかなかった。5とか6とかあんじゃん。なんだ、知らなかった。おお、魚が空飛んでる。まったく、どこに行っちゃったのかしら。何でもかんでも食べてないといいけど、って。魚が空飛んでるんだけど。
そこについては、触れたりしないの？まさか、あのかぼちゃのやつじゃないよね。まあ、あれはもう解決したよね。で、これティッシュ？本がパラ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 ーってなってるけど。ああ。言葉には多くの意味が込められている。その通り！ とある国では言葉に込められた意味を言霊と言い、口にすることをためらう風習も言うと聞く。そこののと通おり！り。 そう、言霊ね、自分よく宿るから。ほんま。実況者って言霊いっぱい宿るからな。起は、物事の終わりを意味すること、終わりの区切りか。物事の区切りを意味することから終わりを。愛は、すべての始まりを意味することから、始まりと記すと記されている。そんなことある？ イベントだ。リンリン、どうしたの？えへへ。なんか夢みたい。夢？ずっと、誰かとこうして歩いてみたかったんだ。え？私の姿を見てもわかると思うけど、私、小さい頃に死んじゃってるから。やっぱりさ、この子さ、黒髪の子なんじゃない？もともとは。生きてる頃の思い出、全然ないんだよね。今までの話からして、リーリン。だから今、すっごく楽しいんだ。あ、レイ見て。どうしたの？あんなとこに花が咲いてる。あ、浮いてるやつね。オブジェクトね。この館って不思議だよね。なんで水があって花まで咲いてるんだろう。前の館は水なしみたいなもんだったからな、言っちゃえば。今回はね、この館はかなりね、作り込みがすごいね。普通に褒めてんだけど。頑張れば届きそうだけど。リーリン、わ、何？何って落ちたら危ないよ。え？もしかして心配してくれたの？そんなの当たり前でしょ？怪我したら大変だよ。怪我。ふふん。もう笑い事じゃないよ。だって、悪魔の私に怪我の心配なんて、なんかおかしくって。あくまでも怪我はするでしょ？まあ、そうなんだけどね。ありがとう、レイ。水に落ちなくてよかった。水ぐらい落ちたってどうってことないわよ。そうなの？私は火の方が苦手だわ。やっぱり。火嫌ってんだ。火って何でも溶かすじゃない？溶かす？燃やすじゃなくて？私にとっては溶かす方が問題なの。色落ちしちゃうんだもん。うわ、もう分かってきた。俺分かっちゃった。この子もともと黒髪だわ、絶対。これだったら。誰かを、なんか吸収して、今水色髪になってるけど、青めの。本当は、金髪青めになりたいんだと思うよ。で、理想の自分になりたいんだと思うよ、これ。色落ち？洋服の話かな？違うんだよ。でも、急に腕を掴まれてびっくりした。ごめん、つい。ねえ、気になってたんだけど、なんで右手だけ手袋してるの？おしゃれ？あ、右手だけなんだ、手袋してんのは。あ、これはね、前に火傷しちゃって、それで一応隠してるんだ。あざになっちゃってるんだよね。火傷。それって痛いの？もう痛くないよ。でも跡は残っちゃってるんだ。嫌じゃないの？嫌？だって、傷跡なんて汚いし見にくいじゃん。前の綺麗な手に戻りたいとか思わないの？え？そういうふうには思わないかな。特に困ったことはないし。その手のせいでお嫁さんに行けなかったら？そんなことはないよ。え、お嫁さん？なんでここにお嫁さんが出てくるの？だってお嫁さんには綺麗じゃないとなれないんだよ。リーリンはお嫁さんになりたいの？そういうわけじゃないけど、
ほら、お嫁さんってみんなから大事にされるじゃない？いっぱい構ってもらえるし、いいなーって。そうなんだ。リーリン好きな人がいたのかな？もしかしてレイってあんまり見た目を気にしないタイプ？どうかな。髪とか切ったりしないの？小さい頃は短かったよ。今では短い髪似合いそうなのに。ああでも、せっかく綺麗な髪なんだし、切ったらもったいないかな。もったいない？短くしたら私とお揃いでいいなって思ったんだけど。お揃いがいいの？うん。レイと少しでも一緒なところがあると嬉しいなーなんて。リーリン？ねえレイ、何？もし私が、せっかくいいところだったのに。リーリン？レイ、私もう行かなくちゃ。え？行くってどこに？じゃあね、少しだけだけど一緒に寝て、楽しかったわ。え、リーリン？あ、消えた。急にどうしたんだろう。何か知ったのかな。リーリンと別れました。もうおらんくなった。データ上さ、もうわずか5分ぐらいでおらんくなったな。でもあのリーリンって子が、多分そうなんだよ。今まで何回も日記に書いてた、あの子なんだよ。狂ってるって言われてる子なんだよ。多分は。いやでも安直かもしれないけどね、もしかしたら。そう思わせてるのかもしれない。このゲームはね、2点3点してね、変わってくるからね。で、君は誰？あ、その木の実、くれるの？え？くれるの？どうぞ。木の実を渡した。ありがとう、これ大好きなの。ああ、美味しかった。でもちょっと足りないな。襲われそう。大丈夫かな？もう木の実持ってないの？もうなくなっちゃった。そっか、それじゃあ。君のこと食べてもいい？やっぱり。え？まあ、私食べても美味しくないと思う。そんなことないよ。人間は美味しいってみんな言ってるもん。ほらー。全然安心できない。そりゃ、悪魔に気安く触るなって言ってるもんな。逃げるつもり？もう逃げられないよ。どうしよう。お？あれ？何が起こったの？あー、いたいたー。ん？ジルディさん！なんでここに？いやー、かわいい女の子が助けを求めてる気がしてね。来ちゃったー。あれ？ちょっと見ない間にレイちゃんなんか綺麗になった？子供の成長は早いねー。ますます自分の老いを感じちゃうな。違うんです。これ実は。冗談だよ。わかってますとも。え？ああ、かわいそうに。レイちゃん人間なのに魔力注がれちゃって。わかるんですか？まあねー。それより大丈夫なの？生身の人間に魔力なんて。どっか痛いとかない？はい。大丈夫です。それは何より。ジューティーさんも、こんな姿になった私のことわかるんですね。いや、そりゃあわかるさ。俺、見る目あるから。まあ、その姿のレイちゃんも捨てがたいけど、嫌でも歳は取るからね。わざわざ生き急ぐこともないでしょ。はあ。というわけで、元の姿に戻してあげようじゃないか。え、ジューティーさん戻せるんですか？正確には俺じゃなくて、俺が契約している悪魔なんだけどね。え？悪魔と契約？ジルティさんが？まあ、とにかく、元の可愛いレイちゃんに戻してあげるから。
そのまま君はおとなしく家に帰りなさい。でも、北の館から出る方法がわからなくって。大丈夫大丈夫。俺んとこの悪魔が外に出してくれるって。ここにはシワとバルチェもいるんです。二人も一緒じゃないと。まったくあのバカ息子どもは、行くなって警告したのにのこのこと来やがって。まああれだ。バカ二人は俺が何とかするから。だから君は帰るんだ、レイちゃん。ジルティさん、何かな？どうして悪魔と契約してるんですか？それを聞くのは不粋ってもんだよ、レイちゃん。悪魔と契約するとすごい力が手に入るって聞きました。それは芝から聞いたの？それともバルツェ君から？え？シワもちょっと前までバルゼ君と契約してたらしいじゃない。それは、確かジューティーさんにはバルゼが悪魔だったことしか話してないって。息子は息子から親も親ってね。ま、俺にも深い事情があるわけよ。どうなってんの？なんでジューティーさんが悪魔と？このことシワとバルゼは知ってんの？さて、そろそろ長話をおしまいにしようか。もう一度言う。君は帰るんだ、レイちゃん。どうしてだろう。あれ？え？え？なんで？ジルディさんが怖い。なんで？俺から逃げるのは得策とは思えないな。頭のいい君なら、それぐらいわかってるんじゃないの？私まだ帰れません。シバとバルチェンを見つけるまでは。いやはや、こんなに思われて、我が息子とバルゼ君は幸せ者だね。手荒な真似はしたくなかったんだけど。おや。え？今度は何？あーちゃー。魔力使って移動しちゃったか。魔力なんて使ったことないだろうに。大丈夫かね。今のはさすがに仕方ないだろう。まさかレイちゃんが魔力持ってるだなんて思わないでしょうが。それにあんまり無理やりだと俺がレイちゃんに嫌われるだろう。息子の良き理解者に嫌われるのは俺も嫌なわけよ。わかったわかった、ちゃんと探すよ。相変わらず人使い荒いんだから。シバとバルチェを見つけるまで帰れないか。悪魔だらけの館ながらよくそんなことを。つくづく女ってのはしたたかというか頑固というか。